こんばんは、トロンボンプレイヤーの大岩和樹です。今回はですね、10月23日に、収録をしておりまして、本来ならですね、いつもこう家の、机の上からですね、こうしっぽりとお送りをしているんですけれども、なんとですね、今日は、この番組記念すべき初のゲストがね、来てくれています。本当に今もう目の前にいるんですけどね、シンガーソングライターの伊佐さんです。どうも、伊佐です、よろしくお願いします。今初めて知りました、初だったんですね、ゲストが。 初です。でもそれにちょっと笑ってしまって、もうありがとうございます、光栄でございます。いや、こちらこそ、ね、はい、こんなラジオに来ていただいてありがとうございます。いやいやいや、もうしっかりセットされてマイクなんかもさながらラジオ局ですね。ね、気持ちだけでもこう、そうですね、こうパーソナリティ感を味わおうかなと思って、はい、もう僕はもうしっかり今ゲスト感に浸っていますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます、よろしくお願いします。まあ、ちょっとですね、この番組の趣旨説明をさせていただこうかなと思うんですけど、まあ、このリスナーさんのですね、まあ、日々感じている悩みだったりとか、まあ、うちに抱えている気持ちに対して少しね、後押しができればいいかなと思って、で、まあ、日々過ごしてて、今日はこんなことあったよとか、こんなことを感じたよとかね、こんな生き方の考え方もあるんじゃないっていうのを、お伝えできたらなと思って、まあ、勝手に、配信をしてるわけなんですけれども、はいはい、伊佐さんの自分のイメージなんですけど、はい、まあ、最初こう伊佐さんと出会ったのは、自分がもう本当に6、7年前ぐらい、音楽の専門学校に通っていた時にですね、うん、帰り道にもう新お茶の水の駅前で、伊佐さんが路上ライブをね、されていて、はいはい、なんかこう珍しいなっていう感じと、ね、あとすごいギター1本と弾き語りでやっていて、スーッとこうなんか疲れていたこう自分の気持ちに入り込んでくるような歌で、でなんかその伊佐さんの曲、はい、まあ、全体を通して、うん、なんかこうあんまり飾りすぎないというか、はいはいはい、なんか言い方に困っちゃうんですけど、はいはい、ちょっと庶民的というか、はいはいはい、すごい自分らと同じ立場で、はい、こう歌っているような歌詞、歌詞が、うん、の意味があって、嬉しいですね。確かにそのお茶の水で歌ってた路上ライブしてるのって確かに珍しかったかもしれないですね。僕はそこに近くに住んでたので、じゃあちょっと一番近い最寄りの駅でやろうかと思ってやったんですけど、聞いてみたらそこでやってる人ってあんまりいなくて、でもそこが僕的にはホームになってって感じだったんですけどね。そうですよね、はい、確かに珍しいかな、はい、新宿とかでやってるのはよく見かけるんですけど、うん、なんかこう、あ、こんなとこにいるんだみたいな、こう路上ライブの人がいるっていうのが確かに、珍しくて、なんか自分もあ、ちょっと聞いてみようかなと思ってこうスッと座ったりして、確かに珍しいと聞いちゃいますよね。新宿とかだともう新宿の風景とこう混ざってセットになっちゃって、うん、なんか当たり前みたいになってますけど、そうかもしれない。そう、うん、いや、よかったですね。そこでやってなかったら出会ってない、多分出会ってないだろうなっていう、あ、なんかその、まあ、その路上ライブをしてた時とで、まあ、今は多分歌以外にもいろんな活動をしてるじゃないですか、はいはいはい、なんかこう映像を撮ったりだとか、はい、なんかちょっとね、なんですか、コラム的なことを書いたりとか、エッセイみたいなことを書いたりとか、本当にちょろちょろと、はい、書いてますけど、ててなんか、はい、まあ、シンガーソングライターとしてこう前面にこうやっていた時となんか心境の違いみたいなのはあったりするんですか？なんか最初にシンガーソングライターをやろうと思って東京に出てきた時は、その前までサラリーマンをやってたので脱サラしてシンガーソングライターになったんですけど、そのシンガーソングライターやろうと思った時はもうそれしかなかったから、ずっともうその世界だけを見て、自分の視界を
まあ、いい意味でもシンガーソングライターだけに絞ってやってきたんですけど、でもある時多分自分の性格に気づいて、うん、あの一つのことを落ち着いてやれるタイプじゃないなみたいな、あの子供の時からあの落ち着きがないってずっと言われてて本当にあの先生にあの通知表とかで、非常に明るくて素直でいいんですが落ち着きがないところがたまに傷ですみたいな先生に書かれちゃうぐらい、そんな感じだったので、多分性格的に一つのことをずっとやってるんじゃダメなんだなみたいなことに気づいて、じゃああえて、まあ、その時は結構あの恐怖というか、そういうふうにちょっとマルチな方向にあの展開自分の中でしたんですけど、する時にはやっぱりちょっと恐れがあって、うん、大丈夫かなみたいな、そういう自分を受け入れてもらえるのかなみたいな気持ちがあったんですけど、でももう自分が苦しいよりかはもういいかなっつって、もう覚えてますね、自分のそのマルチにやっていきますみたいな時に、うん、そのブログ、当時書いてたブログにシンガーソングライターイサオは辞めますっていう名前のブログを書いて、あのただのそのシンガーソングライターイサオっていうだけは辞めますみたいな、あのこのことを書いたのがもうつい最近のことのようですけども、いつからなんだろう、でも2018、2年前ぐらいからですかね。なるほど、そんな感じです。あ、そうなんですね、はい、なんか、はい、まあ、自分自身もですね、なんか割とこう結構趣味が多めなので、なんかいろんなことやったりするんですよ、うんうんうん、まあ、今、まあ、本業としては音楽がメインなんですけど、こういうふうに、ちょっとラジオをやってみようかなって思ったりとか、うん、なんかたまにこう藍染めをしたりとかですね。藍染めって何ですか、ちょっとそこからあの藍ってあの植物、あ、そうそうそう、あのその、まあ、藍染めって、はい、なんか本来なら、はい、まあ、あのちゃんとこう亀にあの藍の染液を作って、うん、で発酵させてっていう、こうすごい手間がかかるんですけど、うん、今はあの化学染料みたいなので、うん、あのお家で手軽に藍染めができるようなキットが売っていてはい、はい、そうなんですよあのお家で手軽に藍染めができる時代なんですね今。そうなんですすごいですね。そうなんですよ、はい、それで、ちょっと藍染めの服が結構、うん、あの深い青い色が結構好きなので、うんうん、なんか欲しいなと思ってたんですけど、やっぱこう買うと高いじゃないですか、うん、なので、自分でなんか作れないかなって思ってた時にそういうのがあって、じゃあもう自分で染めちゃおうと思って。なるほどあ、その自分でやっちゃおうみたいな感覚すごいわかるかもしれない。そう、結構その自分のホームページも自分でこうプログラミングというかしたりしてるじゃないですか、うん、はいはい、あ、僕そうですね、で、まあ、カメラとか映像も、ね、映像も確かに、それこそ CD も、うん、もう自分で、ね、パッケージデザインから、はい、録音から全部やって、はい、いやすごいなって思うんですけど、もうなんかなんていうんですか、好きがこうしてて、こうしてるのかどうかわかんないんですけど、なんかやっぱり自分でやってやってみれば早いやっていう感じが、カジ君が言うのと同じで、それがただ広く、そしてなんかそれハマっちゃうとずっとやっちゃうみたいな、そうだから、それハマってる間になんかちょっとずつちょっとずつ上達してできるようになってきたって感じですかね。あ、そうですよね、なんかできるようになるとすごいなんか面白いですね、なんかこう一つこう線をまたぐというか、最初は大変なんだけど、なんかだん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 分かってくると、あ、超えるとね、あ、分かる分かる、そうなんですよね、うん、確かに、そう、なんかね、でやる前はすごいこうこれできるのかなとか、 いろんなことがなんて言うんだろう、めんどくさいんだけど、その自分ができない時のめんどくささと、なんだろう、それをずっと引きずって人にお願いし続けるめんどくささと、あと自分でやっちゃえっていう時の一時のめんどくささを天秤に測った時に、僕はもうその自分でできちゃった方がもうめんどくさいが一回で済むから、そっちをやろうと思っちゃうんですよね。そうですね、そう、人に頼むってなった時、毎回毎回めんどくさいじゃないですか、きっと。そうですよね、うん、だからそれが多分あるんだろうなっていう、そうかそうか、うん、
なんか最近こうハマっている趣味みたいなのってあったりするんですか？はい、なんだろう、最近はでも割とカメラとかはやっぱまたちょっと面白いなと思ってやってるんですけど、でもあんまりその唯一カメラだけは被写体がないとできない、一人じゃ遊びきれない感じがあって、でまあ、景色とかだったらいいかもしれないんだけど、僕はあんまりその景色撮ってもなみたいな感じがあるから、人を撮りたいんだけど人いないみたいなモデル頼むにしてもなみたいな、当初とね話が変わってくるし、また人お願いしなきゃいけないのかとかさ、モデルさんお願いしなきゃいけないとかって話になって、そこが今、まあ、つまずいてはないけど、ちょっとそこもクリアできたらいいなみたいな。なるほど。そう、自分でよければいつでもあってことですか。そう、カメラはね結構ねハマるまで行ってないけどいいなと思ってやってますね。あ、なるほど、はい、いや面白いですね、はい、なんか、ゲストがいるとこんなにこう長く話せるのかと思って今驚いてます本来の、いつもやってる尺をね今こうちょうど越したところなんですけど、ああそうなんだ、いやすごい、もう楽しいですね、もういくらでも、もう多分2時間ぐらいはこのままいけますからねいやあ、まあ、せっかくね、まあ、今趣味の話とかもいろいろしたんですけど、はいはい、まあ、本来は、まあ、どちらもね音楽をやってるっていうことで、うん、今回はちょっと、セッション的なねこともやれたらなと思って、なるほど、やってみますか。はい、ちょっと準備しますね。はい準備ができました。できました。じゃあ聴いてください、雨の朝。濡れたまんまの洗濯物
染み込んだ靴骨折れた傘足に冷たいジーンズの裾革靴のケア日傘はシェア雨の日はセール立ち寄って帰る駅前たまる雨を見上げる雨の匂いに少し切なくなる演奏するのも久々ですよね、本当に。そうだね、確かに。いやいやいや、楽しい。うわ、緊張する。緊張しますね。はい、というわけで、雨の朝という曲をね、はい、セッションさせていただいたんですけど、はい、ありがとうございます。この曲は、一番新しいアルバムですか？そうですね。に入ってるんですよね、はい、これまた今はギターとトロンボーンでセッションしたんですけど、はい、こう CD はまた違った、ね、アレンジになっていて、そうですね。いやでもいいですね、トロンボーンと2人っていうのがすごい朝感朝感がすごい優雅なまったりした爽やかな朝の感じが。あ、本当ですか、うん、なんか結構その自分的には雨って好きなんですけど、うん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 、どうですか伊藤さんの雨のイメージ。雨、あ、僕もなんか今その在宅が多くて外に出なくなって家から見る雨はすごい好きだから最近は割と好きかもですね。こう雨に降られることが少なくなったのでそういう意味ではすごい好きかもしれない、うん、あ、なるほど。そう、いや、いいですよね雨、はい。なんかこれでちょっとね一本取り終えようかなって思ってるんですけど、はいはいはい、なんか告知とかあったりしますか？告知、僕あんまりそのライブもしてないので告知ですね、そうですね、YouTube のに動画を上げていまして、あ、まあ、動画というか自分の曲を上げてるのでそれをぜひ聞いてほしいなと。アルバム、新しいアルバムも、それこそ雨の朝も全曲フルで公開してるので YouTube に遊びに来てくれたらなと。イサオシンガーソングライターとかで検索すると一発で出てくるんじゃないかなと思うので。そうですよね、はいはい、ありがとうございます、はい、本当にね楽曲というかアルバムの楽曲を全部フルで聴けるってなかなかないと思うんですけど。そう、ね、確かに。でも本当になんか全部ね、うん、今ここに来る電車の中で、うん、聴いてきたんですけど、ありがたい、本当にすごいいい曲だなと本当にいつも思うんですよね。いや、ありがたい。他にも好きな曲いっぱいあるんですけど、うん、実はですね自分の YouTube チャンネルの方からでも伊佐夫さんのチャンネルに飛べるようになってるんですよ。ちょっと勝手ながらフォローさせていただいていて嬉しいです、はい、というわけで、ぜひぜひ、はい、いただけたら嬉しいなと思います。というわけでですね、はい、大岩和樹のしゃべろでではですね誰かに伝えたいメッセージとか、まあ、分かってほしいことお悩みなどを、募集しております。また音楽や楽器のことはもちろん、番組への感想リクエスト、ご質問なども受け付けております。番組の説明欄の方にですね、URL が貼ってありまして、まあ、しゃべろでのウェブサイトからも、投函できるようになっておりますのでお気軽にお便りお待ちしております。まだ一通も来たことがないのでしてあげてみんなしてあげて。もう自分でお便り作ろうかなって思っちゃうぐらい誰もくれないんですけど。いいんじゃないでしょうか。まあね、
この番組自体はですね、はい、ポッドキャストという、ので配信していて、アンカーだったりとか、Apple のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、そして Spotify、はい、さらにですね、最近は Amazon Music の方でもポッドキャストが聞けるようになってまして、どこからでもね、概要欄から、うん、チャンネルに飛んで、コメントできるようになってますので、よかったらね、お持ちのアプリなんかでね、聞いていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。それではまた次回の放送でお会いしましょう。今日のゲストはシンガーソングライターの勲さんでした。ありがとうございました。さあ、まあ、足が。最後の最後で噛む。ありがとうございました。はい、明日がね、いい一日になりますように。ありがとうございました。じゃあねー。